日比谷公園、鶴の噴水。津田忍は日本を代表する、中近工芸作家、東京美術学校教授、帝国美術院会員。フランスと日本の文化交流への功績から、両政府より、オフィシャーでアカデミー勲章、オフィシャーエトワールの R 勲章、勲四等髄法章を賜り、聖恩位に助せられる。1875年10月。 千葉県印馬郡桜藤沢町44番地に桜範囲である父津田長と母慶の長男として生まれる。桜修正学校を経て、1895年9月、東京美術学校に入学。1900年7月に中金科を卒業する。卒業から2年後、1902年に東京美術学校の助教授となり、1919年には教授となる。 東京美術学校が公共事業として注文を受けた浅草公園や日比谷公園の噴水、日本橋の装飾、国会議事堂の扉装飾など公共施設の金鉱品を多く手掛け、近代的な都市づくりに貢献する。1923年には金鉱の研究のためにヨーロッパへ留学し、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリス、 ギリシャ等の国々を歴訪し、当時ヨーロッパで流行していた装飾様式であるアールデコなどを学ぶ。1925年のパリ万国装飾美術工芸博覧会では日本代表として審査員を務める。この博覧会では日本の著名な工芸家たちの作品がこぞって落選することとなり、日本の衣装の停滞ぶりと欧米各国の新潮流の違いが明らかになった。 工芸とは伝統的で精緻な技術の追求のみならず美しさをも追求し生活と心を豊かなものにする美術であるというのが当時の欧米での考え方であった。帰国後はヨーロッパでの工芸の状況や自らの考えを日本へ伝え、高村豊地か、佐々木衝道、杉田道、北原選手家、山本安住などの若手工芸家に大きな影響を与えた。 また、国主催の美術展覧会である帝国美術院展覧会における工芸部門の設置に尽力した。1946年、東京下役柳中天皇寺町16番地の自宅にて心臓麻痺により72歳で没する。2010年8月7日同9月23日、桜市立美術館において津田忍展が開催された。同展は、 津田忍初の回顧展となり、日本国内、国外で、所在の確認されている作品を可能な限り収集、展示した、津田忍展、桜市立美術館。ありがとうございます。